略称連続射殺魔と通常呼ばれてるんですけれども、なぜ略称っていうのかっていうと、まあ見ていただいたら分かるんですが、最初に画面いっぱいの文字が出てきます。それがタイトルなんですね。だからあんまり長いタイトルだから上映するのに面倒くさいからってんで、略称連続射殺魔っていうぐらいに呼ばれるようになって、私がつけたタイトルではありません。だけどそれでまあ通ってしまってるので、そういう具合になってます。それでこの映画は今見ていただいたニュースのように、長野をめぐる諸問題、死刑の問題、あるいはその時の社会状況の問題、長山の刑の中身など、そういったものには一切関係してないんですね。私の作ったのはまだ長山が、当時のマスメディアに、連続射殺魔という具合に怪物としてもてはやされてる、逮捕する前にその問題に気がついて、撮影準備をし、逮捕されてから裁判が始まる頃にこう撮影をしていったっていうのがあります。ですから今言っておきたいことはですね、後年長山が獄中で勉強して自分の思いや自分の思想を改めて自己認識していくプロセスがあるんですが、私らはそういった長山のプロセスを経る前の長山を自分たちはどう受け止めるのかということだけをテーマに映画にしていたというのがあります。ですから、まあ、普通のドキュメンタリーから言えばですね、解説にあたる部分、あるいは映像に伴う その現実を効果音と言いますね、そういったものが普通使われるんですけれども、私らはそれらを一切詐称して、むしろカメラと映る風景の間に長山がどう立っていたのかというようなことをテーマに、そして、まあ、見ていただく方にはその長山の存在とはもう獄中にいるので僕ら撮れないんだけれども、その長山の存在そのものを感じてほしいというのがテーマで作った映画です。ですから普通の映画を作ってる人たちから大批判を食らいます。普通そういう具合に、下調査してそこで掴んだ内容で人物像を組み立ててドラマを作って映画にするっていうのが普通なんですが、だから映画以前のものを映画に撮ったっていうんでブーイングの嵐の中にいたということがございます。でそれでもそうしたかったっていうのが少し、見てもらった後話できればいいかと思います。で長山との関わりで言えば、なんかそういう新藤兼人さんが裸の19歳っていうのをやはり今言いましたようにドラマ仕立てで作るんですけれども、私の方がそういった風景の映画と呼ばれるようになるんですね。その風景だけの映画があるというのを聞いて、彼は非常にそれを見たがったっていうことを聞いております。特に今日は見ていただけないんですが、 LHK などで長山の寮の問題を常に死刑反対の立場から取った堀川さんという女性の監督がいるんですが、彼女が長山にもう一度精神鑑定をするということになって、その精神科医と100時間の問診を受けてやってるプロセスがあるんですね。その中で非常にそのお医者さんは素晴らしい人で、全ての問題は貧困が招いたという結論を出す、非常に正しい結論なんですけれども、逆に長山はそれを怒ったんですね。貧困や社会的困窮の中から自分が生まれたというけど、それだけじゃないということを主張したくて、それで対立して、その有名な精神科医はもう学会も退いて辞めちゃう、長山に受け入れられなかったという事実だけで、そのプロセスの中で先ほど出てた写真が市原さんが一番よくご存じだけど、その精神科医と討論してる何日かがあるんですが、その時に撮られた写真だと伺ってます。だから非常に解放された顔をしてるんですね。まあそういう経過もあるんですが、それらは僕らが69年に映画を作った後、随分経ってから
というか、まあ、処刑はすぐ7年目ですかねに行われてしまうんですけれども、私はその頃いなかったのでどういう問題かっていうのはよくは知ってないんですけれども、いずれにしてもそういった結果があって、その映画としては美学的にはそういう永山の下絵との亀甲の中で永山を皆さんに掴んでほしいというのを提出しようとした、まあ、映画的な実験をしているというのがあります。ただしそれは何の解説も説明もないので、非常に普通の人が見たら退屈かもしれないというのがあるんですが、同時にそこまで凝った映画に今日私がここに座っているのは、弁士よろしく、自分が全ての余分なものを省いたものに自分の声を当てて自分の映画を壊してしまうということをやることに当たるわけですけれども、それでもう一応市原さんと話し合った結果、そういう具合に他のテレビ番組などには非常に懇切丁寧に事実関係や状況説明などがあるんだけれども、そういったことを抜きに、まあ、できるだけ画面に沿って、昔の弁士ほどうまくはやれませんけれども、私が撮影した時のどういう考えでいたか、どういう問題がここで分かったかなどを、こういうドラ声でこの辺りから叫ぶので、そばの人は耳が痛くなるかもしれませんけど、よろしくお願いします。以上です。これがタイトルです。だから略称と言われる。録音全部タイトル。網走城っていうのがあって、大名がいたのかどうかは全く疑問なんですが、なぜか網走の街中でものすごい大名行列が行われるという、非常に不似合いな町とは不似合いなことを懸念が多く、それには驚きましたけれども、まあそれは長年続いたので、永山たちも道の旗で見てたんではないかということで撮ったりしました。おみこしを馬車に乗せてるあたりがいいですよね。前編を通じてこの富樫正彦という我々ジャズ界では名ドラマで通った人なんですけれども、その人と高木元彦というサックスの奏者2人がとりあえず画面とどれだけ戦争できるかというセッションをしてもらったというのがあります。これが永山が生まれたのは網走の一駅前にある予備戸駅というそばですが、そこはパンツしか止まらない。リンゴ園技師の四男として北海道網走市の郊外予備戸番外地で生まれた。説明しか入ってないんです。これが彼がいたところではなくて、彼がいたリンゴ畑のリンゴを盗まれたないために見張ってる警備小屋があったり、ね、その警備小屋に一家は不法占拠して住み着いてたっていうのがあります。撮影に行った頃はもう屋根もほとんどなくて痕跡もほとんどない、そのポジションからすぐそばをリンゴの林のすぐそばを通る線路を永山たち小さな家族の人々は毎日朝も往復する列車を見てて、永山もそう思ったかどうかは別だけど、ある日は汽車に乗ってみたいと思っただろうなというようなことですね。見えるあれは駅の設備であって、日頃列車はほとんど止まりませんから、
でた家と思ってる人がいっぱいあるから、それは間違いない。あんな立派なもんなんですね。長山が通った学校、その先生、彼が3歳の時、市役所と一家を挙げて田走市内に移った。随分家族は父、調べてもらった結果、長女、その長男、駅から次女、三女、次男、三男、彼本人、四女、それに長男の娘が五女として入籍された。あの母親が下のことを連れて出奔し、その前にお兄さん、長兄は逃げ出していないし、長女がもうすでに生死を犯されていたので、残った4人がですね、もう餓死寸前に発見されて、市の援助で野保市内の小さなアパートに移るように言われ、そこで保障されながら生きてたっていうのがあります。それでいつも、まあ、母親に捨てられた後、特にそうなるんですが、網走港港のこれは大きな漁港でして、そこで魚が陸揚げされ、競り、仲買が終わった後、馬車に積まれて北海道方々に送り出されるわけですが、その時、あるいは馬車の車輪の脇や馬の足元に小魚が落ちてるのを拾って、約半年以上命をつないだという話もあります。思い入れたっぷりに馬車の足元を見てるのは、そういうことも含めてあります。長山の最初の家では、その網走から母親のもとに家出して、母親のところに会いに行くんですね。一度追い返されるけれども、やがて引き取られて、先ほどテレビのニュースにもありましたように、板柳町の長屋にお母さんが住んでいて、昼間は魚の行商をずっと続けてたんですが、夜はその長屋のその住居をですね、なかなか働きてるお母さんで、そこで飲み屋を開くんですね、住居の1階で。それでまあ、さっき金平さんが建てた、彼は5歳の時、両親と姉たちが先に移住していた青森県北津軽郡板柳町へ3人の兄と共に移った。小学校2年生の時、家出して北海道へ渡ったが、函館で保護された。中学3年生の時、2度目の家出をして、弘前、山形に行き、福島まで行ったが、そこで発見され、連れ戻された。これが随分後に金浦さんが土足で入っていった家ですね。ここだって見せてたのは同じ場所です。表にはしっかりと一匹でも二匹でも鶏を飼おうというそれが置いてありまして、鶏小屋を作ってあるような、どんな突き詰めた生活をしているようです。
通った学校です。ここでは非常にいい先生もいて、この時にちょっと頭角を現すんですね。持久力があるから少し走らせると足が速いというのがこの時にもう分かっていたようです。この赤羽の駅からここまで来る商店街は実に道路の真ん中に自転車置き場があるみたいにいっぱい自転車の世界ですね。まあ当時の私らが長屋が逮捕された直後の世界もそうで、そういうことに関係なく皆さん自転車で通学通勤を一生懸命やってました。で長屋は最初自転車に乗れなかったんですね。それで運動神経が非常に鈍いのかなと思ったら、貧しくて自転車に乗ったことがないだけだったっていうのが後で分かります。このように実用と35ミリのカラーで撮って、現在映ってる映像よりも非常に美しい映像なんですね。カラーもこれフォーカスがちょっと甘いんですけれども、そういう今話しようとしてる家庭の崩壊とか親子の崩壊とか貧しさとか、そういったものが表に出てこないほど日本の中では高度成長経済というのがぐん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 パワーを持って進んでて、そういう意味で田舎の通学路自転車を並べて走る生徒たち見ても、長山のような生きる死ぬの端境で多少小学校中学校母親のもとで余裕があったかもしれないけど、それ以後もそういった生活を続けたということ自身がですね、見えないんですよね。日本中がこういう後でもっともっと長山が直面してしまう日本中がコンクリートのビルと高速道路幹線道路で埋まっていく、そういう社会だったんですね。長屋は2度か3度短いものも入れてですね、いつも家出しては何でああいう具合にひまわりがいっぱい出てくるかというと、ひまわりの花がどこにでも咲いてて、彼はそれを持って歩いてたっていうのが見た人の記憶から分かったので、ちょっとそういうのに集中したりしてます。で後ほど長山自身貧しい生活の中で鍛えた体っていう体幹がはっきりしているので、中長距離のランナーとしてはかなりのものになるんですけれども、
63年まで伊勢柳に住んでて、そこからいわゆる中卒の労働者、金の卵と呼ばれて、伊勢柳から東京に出てきます。中学を卒した年、衣料品店で窃盗を働き、補導されたが、そのまま集団就職で東京に出て、渋谷のフルーツパーラーへ勤め、その寮に住んだ。しかし、そこを約半年で辞めて、横浜から密航を企てた。一定の記録を持って集団就職したと思われます。渋谷の有名なあのフルーツパーラー駅前にあるんですが、そこでなかなかいい店員をしてたんですね。後で聞いたら、岩下芝さんがお得意さんでいつも来て、非常に多めのチップをいつもくれるっていうんで、彼女は非常に気に入ってたようですが。店員や店長に大いに気に入られたようですけれども、そういったなんか高級な果物を包んで届ける、あるいはそういう作業がどうも向いてないというのを感じ取ってたと言われています。その西村フルーツパーラーを辞めたところから、彼の36種類の職業を転々とする生活、あるいは放浪する生活が始まっていきます。伊勢柳の中学時代にもやったことのある新聞配達、それから牛乳配達、あるいはその2人先に東京と山梨のかな、福島の方だと忘れたのか、宇都宮に出て
もう家庭を持ってやってる兄と普通のまだ独身の兄といたんですが、それに世話になっても追い払われるので、いわゆる密航ですね、最初の密航、これはすぐ失敗します。二度密航を行って、両方とも貨物船なんですが、一度目は見つけられて、神戸で、身柄を陸の警察に渡されて終わりになる。二度目は、なんとかうまく香港まで行くんですね。だけど、そこで荷物整理してるときに発見されて、今度は船から船に、なんて言うんですか、税関の役人の立ち会いのもとに身柄を船から船に移されて日本に送り返されるということがあったんですね。その香港の港で、彼は香港に上陸してないですね。僕らが考えたのは、密航して何か目的があって密航したのか、ここではないどこかという程度の曖昧なことなのか、これを一生懸命分かろうとしたんですが、まあ、ついに分からずじまいです。むしろ後年彼が物を書き出してからそれらが分かるようになったんじゃないかと。ただ香港のその船から船に身柄を移した係官に会ってインタビューしたんですけれども、彼は非常に従順でどうっていうことなかったというぐらいに言ってました。それはそうだと思います。密航した後、彼は栃木県小山市に住んでいた長男に引き取られ、宇都宮市郊外の自動車修理工場に勤めた。そして宇都宮市内の肉屋で窃盗を働き、捕まったが不処分となった。この頃ですね、永山は2度目の自衛隊員募集に応募して、結局は跳ねられるんですけれども、自衛官になってみようとしたりもします。評判がいい人だから、その紹介でなんとかやろうとするんだけど、それがあまりうまくはなくて、すぐ諦めたりしたという。
後年あの長山は自分がサッカーとうまくいかない、人とうまくいかない、それらの中で結構絶望して方々で自殺未遂あるいは自殺を考えていたんじゃないかと言われてますが、後年の獄中に入ってからの彼の著作の中にはそのことがいっぱい浮かんでたようです。で僕らはわけわかんないけれども、まだ何も分かってない時期なので、その都度そういう絶望感と、まあ、あの社交性というか幸せになろうとするなんか欲望みたいなものがどれぐらいで渦巻いていたのかということを中心に見ようとしました。これから長い放浪を始めるんだけれども、まあ結論的に言うのは、彼は小さな万引きはかっぱらえばやるんですね。だけどなんかあのそれ以上のことはできなくて、宇都宮から大阪へ出た彼は駅前の旅館で知り合った男に森口氏の米屋を紹介され、住み込みで働いた。その森口氏の米屋さんも非常に長屋を高く買ってたんですけど、ある日突然いなくなったと、もったいないと少し探したというようなことを言ってましたけれども、あの米屋の力仕事あるいは牛乳配達新聞配達というようなことについては非常に真面目にやる持久力を本当は持ってたんじゃないかと、だからそれができない根拠はいつもどっかにあったんじゃないかという具合に感じてました。半年後、彼は羽田の空港ホテルでボーイとして働き、川崎市内の寮に住んだ。聞いて回ったら、あの非常に真面目に働いてるからそういう素振りが感じたことがありました。川崎市内のクリーニング店に住み込んで働いた。
その後1ヶ月間でそこを辞めた彼は次男が保証人となって東京新宿の牛乳店へ勤めた。住み込みで働く傍ら東京中野の定時制高校へ入学した。中野の明大附属高校夜間部に入って、最初はバスケットを少しやってなかなか優秀だって言われるんだけど、中距離走をやったらこれが速いので、つまりいろいろ苦労して鍛えてる体が持ってる持久力と走力があって、非常に嘱望されるんですね一時。で彼もその気に一時はなってたんだけど、やがて牛乳店の問題でそれをやめるわけじゃないとか、そういうことが起こっていきます。それで新聞配達やったり牛乳配達やったりする姿をですね、あの僕らも朝早くから彼が勝って配達してたあたりを配達するこの姿で撮ろうとして撮影してるんですけど、今映ってる牛乳配達の人たちが覚えててですね、あの俺らもみんな湯気があって牛乳配達をやってるからあまり顔とかわかるように映さんでくれっていうのと、一部の人は長山かというようなことを言う子もいました。でどんどん撮ってくれという人もいましたね。5ヶ月後、その牛乳店と学校を辞めた彼は、池袋や巣鴨などで約半年間を過ごした。池袋にお兄さんが住んでたんですね。それを頼りにして。1968年1月、彼は小田原を経て熱海へ行き、そこで定期便トラックに便乗した。ほとんどあの
まあ後で言うヒッチハイクで移動することがあったんですね。で東海道を走るトラックってのはものすごい量あって、荷物を積んでる人はあんまり乗せてくれなかったけど、空のトラックは結構優しくて乗せてくれたようでした。名古屋、大阪を経て神戸へ着いた彼は、そこで二度目の密航を企てた。しかし、海上で発見された彼は、手首を切り、両手両足を縛られたまま、横浜へ着いた。2月下旬、彼は三男の紹介で東京杉並の牛乳店に住み込み、
そこからもう一度東京中野の定時制高校へ通った。
拳銃を盗んだのは10月8日横須賀のアメリカ海軍基地からである。拳銃は西ドイツ製22口径 RG レーム10型ショート通称ロスコーである。実弾は50発であった。事件は10月11日東京プリンスホテル、同14日京都八坂神社、同26日北海道函館市郊外路上、11月5日名古屋市内路上で起こった。プリンスホテルですけど、なんか鉄柵とかいろいろあってガードもいいんだけど、入ろうと思ったら簡単に入れるんですね、ああいうところは。ちょっとトライしてみんなに止められて戻りましたけど、プリンスホテルに入ったらもう深夜 寝場所をその空間に求めて行ったのか盗みに行ったのかはっきりしないんですけれども、まあガードマンに見つかるべくして見つかって軟禁されて別れされてということがあったようですね。長屋の盗んだ拳銃、ちっちゃいものではあるから、そのお寺の裏にある崖の石垣のところに隠し持ってて、最初の事件の後ももう一回埋めたりしたようですね。この京都に行って八坂神社、昼間を見て夜寝場所を見つけていったところを、まあ最初に泥棒という具合に、夜警の人に見つかって、これもあのそんなちっちゃなおもちゃで何威張ってんだっていうんで発射したりしてるんですね。で後でまとめて言いますけれども、これが2つ目ですね。函館、それから名古屋と4回やりますが、一番重要なのは裁判でもそんなこと問われなかったって言ってましたけれども、
22口径って非常に小さな拳銃で殺傷能力はほとんどゼロなんですね。だからまさに心臓に直接致命傷を負わない限りはどうっていうことないですね。私なんか芝居撃たれても死なないんじゃないかと。ただし死んだその警備員の人たちはその後長山が逃走しますね。その後警備がめちゃくちゃずさんであるから誰も気がつかないで出血多量で死んでる。だからタクシー運転手もみんなそうです。だから銃撃が元で死んだっていうのを無理やり判決にしてますけれども、実際は出血多量で発見が遅くて死んだというのが。これも横浜小金町ですか。こう沖縄はかなり長くあります。まあ、稼ぎのいい労働者はドヤに泊まるんだけど、長山もあの川口に野宿を主要には2カ所で長く野宿してる。この小金町のすぐ脇は我々映画館が6つも7つもある映画街で、今でもジャック&ベティとかその他がありますけれども、長山はそういう映画を見ただろうかと。彼はなぜかいつも自衛官募集とか警察官募集とかいう公的な仕事といいますか、定職に対する憧れというのがいつもあったようで、水管連絡船の通路ですね。
ちょうど私が撮影した頃、港町ブルースという歌が流行ってて、函館の通り雨というのを、ただ長山はここでも死に場所を探してた気配があるんですね。この外人墓地の下にも拳銃を埋めて隠したんじゃなかったかな。わかるんですね。で、一つ、まあ、この映画のテーマでもあるんですけれども、彼が生まれた網走の横の呼びと、そこは郷土としては自分のふるさとですね。幕中地の親父が時々年に1、2回帰ってくる程度であっても、一応生まれてから家族が一応全員そこにいたりした。それから母親が2人ほど連れて捨て置かれて、それが救出されて板柳にその後行きますね。だから板柳もそういう意味では小中学校行ってるからふるさとかということはあるんですが、まあ何と言ってもめったに会えない母親の代わりに長女が長山を育ってくれるんだけど、その長女が精神病院に入ってからっていうものは、結局どうしようもないから家出したりして、母親に会いに行ったりしたこともあったんです。それ以外に、いろいろ東京に金の卵で出て、放浪生活し、いろいろそこからしても、どうも自分自身がそこに馴染めない、あるいは居つけない、あるいは弾かれるっていうほどではないんですけれども、そうするとやっぱり、ふるさとに帰りたいわけですね。そのふるさとってのは典型的には郷土、じゃあ網走かって、そこはもう家族がいたことの痕跡すらまあないような状態。じゃあ母親がいたらいたやられたっていうと、その母親に中卒後寄り付いてもちゃんと自分で行きなさいって追い出されるわけ。まあそういうようなことがあって、母親も最後に言ってるんだけど、自分はノリを一度しか捨ててないけど、ノリは母親はノリを3回捨てた。それは面会最後のノリの母親に対する言葉だったようですが、それは何を意味するかったら、網走で行くと青柳で、いや板柳で、そういうことは二度あったということなんですね。だから普通の人は大体自分の心の中や感情の中にふるさとっていうのを何とかしてキープしてるはずですが、長山はそれらが全部失われてたっていうのがあって、それで密航を行ったりした、あるいは死に場を求めたっていうのもそういうところにあるんじゃないかと、当時今からもう、ですからこれ69年ですから、
いろいろ永山が自らを見つめ直すのに勉強して文章を書いたりしてる中で見たんではなくて、僕らはその彼の足跡を見ながらそういう概念を感じた。だから綺麗に言えば国境喪失とかそういったよくあるパターンやケースに見えるんですけど、彼の場合はそういう場合に強度というでもなく、あるいは母や家族でもなく、まさに故郷を失って放浪したという非常に冷酷な現実があって、それを怒ってたんだと思うんですね。これ函館でタクシーを取って乗っていくんですが、あまり痛くなかったのはその事件を知ってるタクシーの運転手に走ってもらって、それを全部プロセスをこうやったんですね。その永山を乗せたタクシー運転手は普通の人だと言うんだけど、調子がいいと結構おしゃべりで口汚いというようなことも分かったりして、どうも永山はなんかいろいろ茶化されたり嫌味を言われたり、お前金払えるのかこんな遠くまで来てっていうようなことをいろいろ言われた上で銃を発射してるんですね。それが一発じゃない。でもそれも先ほど言いましたように、決定的な箇所に弾が当たらなければ4発食らってもどっということもないような弾のサイズですから、これも運転手が助けに来るような車もなかった偏僻なところっていうのもあって、出血多量で何時間後に死んでるんですね。ただ非常に明瞭なのは、このプリンスホテルや八坂神社の警備員に脅されたり馬鹿にされたりしたものと共通のものもあるけれども、永山自身がもうすでにそういう運転手とのやり取りの中で、運転手が悪いわけじゃないんですけれども、非常に殺意みたいなものを怒りとして溜めてた気配があるから発射回数が多いんですね。乗ってみたら結構な値段になるので、永山はお札を見せもしたらしいけれども、払えねえんじゃねえかお前っていうようなことまで言われてて、感動の先で発射してるんですね。
離れてもいない場所でした。最後の4番目の殺害現場なんですが、まあ映像にもいっぱいタクシー運転手が出ていたように、いろいろ話を尋ねてもらったら、運転手も普通の人と、別に危険地帯でもない。ただしそれや長山の事件が起こった時に、まあ、変だなということ以上に誰も記憶がないというのを言ってますね。1ヶ月後、彼は横浜のお寺に拳銃と実弾を詰め、東京新宿でボーイとして働き、中野にアパートを借りて住んだ。この間に彼はお兄さんに人を殺した、助けてくれというような相談もしてるんですね。お兄さんはそれも軽く受け止めて、自分で処理する以外ないだろうって言って、まあ迷惑がられる程度であったという具合になってるんですね。
れていたアパートです。大家さんが面白い人で、長山が出て行ったと事件も全部知った後、あのアパート一切手をつけずにそのまま取っておいてくれたんですね。2階の一間なんですけれども、非常に綺麗に片付いていて、ただ理解できないものがその時あったんですね。あのドアに貼ってあるのは非常に美しい女性のカレンダーの上だけだと思うんですけれども、母親や特に自分のお姉さんを随分慕ってたし、それからそれがあったんですね。同時に彼が最後働いてたクラブ、それからこうブリッジヴァンガードなんですが、ここではもうその間もなく新宿騒乱の 10.21 とかが起こるちょうどその頃で、あの芸人のたけしと組で当番制で働いてて、たけしは「さあ始まったぞ」っつって走っていって「お前俺の分もなってんで、長山はもちろん殺人がバレないためにも一歩も外に出ないから当番を。たけしの分もやってたというような時代ですね。そのブレッジヴァンガードもその頃から閉店して全部清掃してしまうというぐらいに変わる羽境だったんですね。私なんかまだ盛んな頃ジャズを聴きに行ったこともありました。
新宿は町内会というか商店会が自警団を作ってあって木刀とかバットを持って言うことを聞かない人を追い払っている第二警察を実行する。これはデモ隊が近づく前のそれぐらいに自衛された新宿の街です。岩淵口の大通りです。伊勢丹の前ぐらいかな。また長山の部屋に戻ってますが、分からなかったものがあったっていうのはなぜか今から映るんですけれども、誰かこの部屋に赤い日傘が一本、女性のものとはっきりあって、女性の突っかけがあったんですね。それで、これですね、聞いたんですよ。そしたら、大家さんが、時々女性がお見えでしたっていうのをはっきり言うんですね。で、なんか姉や妹のはずはないんですね。だから後で僕と結婚する経験も長山はしますけれども、それ以前にどの程度付き合った女性なのか一生懸命調べたけど、そのサンダルと赤い傘以外は何も分からなかった。1969年4月、彼は再び拳銃を手にした。自衛隊が東京都内、これは代々木ですね、体育館の靴が見えてきました。大々的なパレード初めてやった時ですね。
結構な装備を動員して以上です。ありがとうございました。安達監督に本当にご無理をお願いしまして、いや、ホースも好きだから、でも、ありがとうございます。いろいろ皆さんの中にも何か溜まってたものなどの疑問がもしかして解けたんではないかというのも思います。ありがとうございます。